もうちょっと高度なテクニックをちょっとだけご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。表面磨きっていう、トゥーの先だけ、つま先だけピカピカにするっていうものをちょっと解説していただきたいんですけども、はい、表面磨き、はい、はい、皆さん表面磨きってご存知ですかね。歯医者院という言葉でもよく言われておりますね。で、表面磨きっていうのはこのつま先の部分を鏡みたいにピッカピカにこう光らせるっていう、そういう技術的なところの、名称として呼ばれております。で、よく私どもでも店頭でこういった商品をご案内しているときにお客様からのご質問も非常に多いですね。なかなか上手にできない、同じものを使っているのになんでできないんだっていうことでよくご質問を受けることがあります。ですので今日はコツといっては何なんですが、皆様がご家庭で上手にできるようになればいいなという願いを込めてですね、私なりに、少しご案内をしていきたいと思います。これは嬉しいですね。はい、はい、実際にやっていただきましょう。はい、はい、使用していただくアイテムといたしましては、こちらの M モーブレイの今回はトラディショナルワックスという油性のワックスと言われている商品ですね。よくこういう瓶に入っているもの、あと缶に入っているタイプのものございますね。そちらが油性のワックスだと思ってください。はい、そちらのワックスを使用していきます。それからこれはご家庭でご用意していただきたいんですが、これちょっと洒落たボトルに入ってますが、中身は水です。お水、はい、普通に水道から汲んだ水です。はい、こちらの水をご用意してもらいます。それから歯医者院がこう上手にいくためにですね、布も変えてもらうといいですね。よくご家庭でご用意できるものとしては T シャツの古くなったものだったりですとか、あとはタオルとかですかね、そういったもので靴磨きを皆さんやられている方が多いと思います。で、ただですね、こちらの T シャツの古いものですとかタオルっていうのは表面触るとちょっと粗いというかザラザラしてますね。そのザラザラしたもので表面をこすると引っかいてしまうんですね。なのでツヤを出すときにはあまり向いてません。ですのでその T シャツの古いものですとかタオルっていうものはどちらかというとスムースレザーに使った汚れ落とし、汚れを取るときなんかは少し引っかいてあげた方がきれいに汚れが取れますので、汚れ落とし用の布として T シャツの古いものですとかタオルっていうのは使ってあげるといいかもしれませんね。はい、で、逆にツヤを出すときはじゃあ何を使えばいいんだっていう話になると思うんですが、その場合はですね、こういうネルコット、少し毛足が長い布っていえばイメージできますかね。ネルシャツとかに使われていたりですとか、あと近いものですとサングラスとかメガネ買った時についてくる布ありますよね。ああいうタイプのふわっとしてる布、こういったものが非常に綺麗に仕上げるためにはおすすめでございます。はい、はい、で、今回は M モーブレイから発売しているポリッシングコットンという専用の布でお手入れしていきますね。で、その際しっかりと指に布を巻きつけてあげます。ここポイントです。ちょっと見てもらって、ここの面ですね、指先の面がしっかりと平らになるように指を巻いてあげてください。ここがこうゴワゴワしている面でこすってしまうといつまでたってもきれいにいきませんので、しっかりと指にこう張りを持たせてあげる、はい、この状態でちょっと引っ張る感じでグッと、そうですね、この状態でお手入れをしていきます。はい、で、こちらの油性ワックス、こちらを指先にある程度しっかりめに取っていきますね。こちらに油性ワックス塗っていきます。で、塗るところはこのつま先だったりですとか、あとは場合によってはこういうかかと、ヒールカットと言われているかかと周りですね、そういったところに使用していただけるとよろしいかと思います。はい、こういう形で今全体にワックスを塗っていきました。そうすると逆に曇っちゃいましたね。うん、一旦艶が消えちゃったもんね。艶が消えた状態になります。はい、はい、その曇ったワックスを皮になじませていく作業、これこちらを今行っていくんですが、はい、このままこすり続けても表面がベタ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 してしまってなかなか艶が出てきません。そこで先ほど汲んでもらった水を数滴皮の上に置いていきますね。で、この水を利用して今塗ったワックスを薄く薄く平らになるようになじませていく作業ですね。本間さん、
これ結構お時間かかりそうですね。そうですね、ものによってはだいたい10分ぐらいでできるものもあれば、ものによってはそれこそ30分ぐらいかかってしまうようなものもございます。それは革の状態だったりですとか、革の質っていうところも関係をしてきますね。今日どれぐらいかかりそうですかね。そうですね、今ちょうど編集長の靴がだいぶ15年経ってるということで、だいぶ表面が荒れてますので、そうですね、30分ぐらいかかっちゃうのかもしれないですね。はい、こういう形でですね、で少し指の滑りが悪くなったタイミングでちょっと水を足してあげてください。で、擦ることによって指先がツルツルとこう滑りやすくなるんですね。で、コツとしてはツルツルと常に指先を滑らせてあげるっていう状態をキープしてあげるということなんですね。なので決してスピードでもございませんし、力加減でもございません。力任せに擦ってもスピードを上げてもたくさんつけても全く効果ないんです。とにかく指先がツルツル滑る状態をキープしながら光るのを待つ、はい、そこがポイントになってきます。今日時間もなかなかないですよね。そうですね、はい、じゃあ今日はどうしようかなと思っていたんですがそれで先ほどですね、ちょっと事前に仕上げたものがございますので、はい、あれですね、あ、どういったものかご案内させていただければと思います。はい、差し替えました。ではこちらが通常のものです。そちらにハイシャインをかけると、はい、こういう形になりますね。いや、本当に違いますよね、はい、これね。どうでしょう皆さん、こちらが鏡面磨きって呼ばれているものです。これは どのスムースレーザーでもある程度はこういう風になるんですか。そうですね、今の手順でやれば、はい、今の手順で行っていただければ基本的に光らせられるものの方が多いとは思います。はい、じゃ必要なのは油性のワックスと水、うん、はい、でできると。そうです、そちらの2つ、あとはもう根気です。あ、根気、はい、そちらを持っていただければ行いますね。どうですか編集長。いや、すごいです。